第4幕光の戦士の伝説。とりあえずセーラ姫と話を。バハムート軍だ。もう来たのか。すぐそばに陣を敷いたぞ。レンさん、ナンさん、よかった。ちょうど会いに行こうとしていたところです。あそこに陣を敷いたということは、こちらとの決戦の準備に入ったということですね。どうしますか。こうなったら待ってても状況は悪くなるだけじゃね。ランならどうするの。ガツンと行くしかないでしょう。しかし今のコーネリアに正面からぶつかって勝てる戦力は。時間さえ稼いでくれればなんとかなるかも。え、俺らが後ろから敵のボスを落とす。大丈夫なのですか。まあランってこう見えて意外と喧嘩慣れしてるんですよ。昔はもっとちっこくていじめられたせいでね。うっせえ。大体せは姉ちゃんも一緒だったろ。まあちっこくてってのは半分冗談ですけど、いじめられてたのは本当なんです。こんな腕なので子供は気持ち悪かったんだと思います。でもこの腕ってお母さんと同じだったから嫌だって思ったことはなかったよね。まあな。で、いじめられまくってたラーンですけど、最初は泣いてばっか。でも私が鍛えた後は喧嘩になっても負け知らず。すごいですね。でもそれってすごく強くなったってわけじゃなくて、勝てない喧嘩をしなくなったってことなんです。そういう危険とか勝負ごとの嗅覚は意外とあったんですよね。根が弱っちいからですけど。うせうせ。でラン、あいつらに私たちは勝てそうなの。楽勝じゃないだろうけど、まあなんとかなると思うよ。だそうです。私たちを信用してみます。わかりました。どちらにしてもこのまま何もしなければ、このコーネリアは侵略されるのを待つだけです。やりましょう。予言に謳われるミラージュ使いを信じて。ランが喧嘩してた相手とか何も覚えてないのに、この記憶って一体。住民の避難は本来であれば姫さん。まだゴブリンどもに。
お前たちが予言のミラージュ使いだな。私はコーネリア第一兵団を率いる団長だ。作戦では先鋒を務めさせてもらう。すでに姫より話は聞いている。作戦開始はお前たちの突入に合わせる。二人の準備ができ次第始めてくれ。前傾隊の話では、ここには暗闇状態になると攻撃が当たりにくくなってしまいますが、そうだ、目薬で暗闇状態を解除できるので、ご活躍。はい。開始。本気出しちゃおっと。何今の鎖っぽいの。あれもタマが言ってた支配者がいる証ってやつじゃない。ああ、虫歯二度目。